ガミチャンネル。はい、ガミチャンネル。最近宿毛を当ててすごい髪の毛が楽です。大成です。よろしくお願いします。さあ、季節も夏は好き。さあ、気を取り直して、まあ、季節は夏をが過ぎ、夏も過ぎ、ちょっと寒くなってきたんですけど、やっぱりね、ちょっと夏の思い出をちょっと作っていこうかなとこの時期に思ってます。なので、やっぱり夏といえば花火、海水浴、かき氷ということで、まあ、かき氷じゃないんですけど、今日はこんなものを用意しました。ガリガリくまあ、これをですね、この3リットルのタッパに全部入れて、この三ツ矢サイダーを入れて、このストローで息飲みしたいなと思います。なので、ひんやりする動画かもしれませんけど、最後まで見ててください。よーい、ちょっ。まずはよし、こんだけガリガリ君あるのも俺初めてだぞ。とりあえず全部ガリガリ君をタッパに全部入れていきたいなと思います。出て、うまくできるんだ。いい匂い。あ、いたいた。よしよしよし。でも、すごい美味しそうだね。やっぱりアイスの中で一番ガリガリ君が冷たいイメージ。持ってるより、この企画のしんどさ。ぜーよし、あとは、これは。つき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 。はい、完成。まあ、ここからね、こう潰していくんですけど、ここに三ツ矢サイダーを入れていきます。すっげーいい音や。最重心くん、よし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 。食べたい、普通に食べたかった。かき氷を、かき氷じゃない、ガリガリ君をね。お、ちょっと硬い。普通に食べたかったけど、でも普通に食べるのでは面白くない。一気飲みしようじゃないかと。今回用意したガリガリ君は14本ということで、14本分のこのガリガリ君を一気に私の体内に流し込んでいきたいと思います。少々待ちよ。うまい。もうちょっと入れようか。いい感じに。よっしゃ、準備は整いました。ということで、3リットル分のガリガリ君をこのストローで一気飲み。やばい、スタート。
こうか。まずい。この太さのストロー吸いにくい。はーい、痛い痛い。しゃ、やば。ちょっとなのに。いや、これちょっとね、やばい。くじけそう。こんなね、何が楽しいんだってやってる俺も、何が楽しいんだと。ただ辛いだけ、頭痛いだけ、冷たいだけ、寒い、寒くなってきた本当に。でもやってみないと人生何あるか分かんないからね。溶けろ溶けろ。こんなにもアイスが早く溶けろと思ったことはありません。大体アイスはね、固まって形があるからいいんですけど、もう水慣れと思ってますから今俺。これはもっと太いストローが良かった。
やる前は楽しそうやったんですけどね、やってから気づくね、なんか一気に14本ガリガリ君食ったこともなかったし、サイダーを2本一気に飲むこともなかったから、夏の思い出としてはいいんじゃないの。もうお腹やばい。皆さん、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして良い子は真似しないでください。ちなみに手がふやけてきました、冷たすぎて。とりあえず最後まで見ていただきありがとうございます。